はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、そして、まあ、連日、驚きばかり提供してくる、ブリュンヒルドちゃんですが、今回また一つ、やってくれました。まあ、というか、もはや、ヒルドちゃんに関しては、もう驚くこともないのかなと、まあ、これが新ゲーム R の常識なのかなというような、動きを見せてきたので、はい、そちら紹介していきたいと思いますが、もう大体察しがついてると思いますが、そうです、戦役とボス戦の突破ですね。いや、マジで強かった。そして、扱いやすい。はい、そして、まあ、今回、ブリュンヒルドちゃん登用して、まあ、かなり低い育成具合で、戦役だったりボス、やりこなしてしまったので、まあ、その紹介していきたいと思いますが、はい、まずブリュンヒルドちゃん戦役ボス強い強いと、まあ、分析動画なんかで私が話していましたが、まあ、なんでそんなに強いのかっていうところについて話していきたいと思いますが、もうすべてはパッシブスキル精霊覚醒の中にある、長いっすね灼炎状態ですね。どっから灼炎状態だ、まあ、ここら辺からですかね。血病状態中に撃破された時3回まで復活可能で、復活した後ザッと下の方行って血病状態が灼炎状態に切り替わるとあって、で灼炎状態になるとこのキャラクター狂乱状態になることができて、まあ、狂乱状態になると攻撃が必ずクリティカル、そして必ず命中すると、はい、この2つ目の必ず命中するっていうのが、まあ、戦役だったりボスではめちゃくちゃ重要な機能になっており、まあ、特に戦役なんかでは敵とのレベル差、まあ、上に進めば進むほど自分のレベルと敵のレベルで敵の方が断然高いというような状況になってしまい、まあ、このゲーム裏設定でレベル差で大きく負けているとミスの補正が入っちゃうんですね、まあ、よりミスりやすくなってしまうということで、まあ、どんなに高火力なキャラクター用意したとしても攻撃をミスったら戦役高いところで経験値稼ぎ回すことができないというのがこのゲームの、まあ、経験値稼ぎの難しいところなんですが、まあ、この狂乱キャラクターっていうのは必中なんでそこの心配が全くないんですね、まあ、つまり高いステージの経験値をノーストレスで回すことができるというのが狂乱キャラクターで、ヒルドちゃんに関しては、まあ、その狂乱を持っているということで、まあ、あとは一回撃破されて復活してくるときに灼炎状態になるんで、まあ、撃破されるっていうハードルを超えればもう OK なんですね、はい、でしかもこのキャラクター自分のターンを迎えるまでの間は生後援護状態にも生後灼炎状態にもまだなっていないので、まあ、191ステージ以降の敵ですねの開幕の全体攻撃のタイミングではまだ生後援護も雷害もないので、柔らかい状態から始まってで復活してきたら、まあ、灼炎状態の場合は生後雷害状態になるので、まあ、生後雷害で敵の攻撃をカットできるようになると、敵の攻撃で一発で落ちたいんですが、落ちて復活してきた後は敵の攻撃なるべくダメージカットしたいだとか受けたくないっていうキャラクター、もうこの前の超運ちゃんなんかもまさにその例で、あのキャラクターめちゃくちゃ戦役強いんですがそこが結構大変だったりするんですが、このキャラクターは復活する前は柔らかくて復活後いきなり硬くなるっていうスーパー性能を持っており、まあ、戦役そしてボスにめちゃくちゃ向いてると、はい、その上でスキル2が敵4名に対する2回攻撃ですからね、範囲2回攻撃をした後それでも生き残った相手には5連撃をぶつけていくってことで、範囲攻撃からの連撃っていう理想的な戦役の立ち回りをすることができる、このキャラクターめちゃくちゃ対人戦強いんですが、なんなら戦役が真骨頂なんじゃないかっていうぐらい戦役にぴったりなムーブをする副将ちゃんになってます。はい、でまあこの範囲攻撃からの連撃っていうスタイルはボス戦のボス2ターンキルでも弱い取り巻きの子に攻撃回数を吸われないので、まあ、自分の実力を陽気比なんかを使わなくてもチョコメちゃんでも十分に活躍できると、ボス戦でもなかなかのパフォーマンスが出せると、はい、ということで、まあ、今回こんな感じでまず戦役ですねデッキ組んできましたが、ブリュンヒルドから弱い子3体並べて、まだ UR アバター戦のリュービちゃんからニビアン、チョコメ、ダッキ、ハクキと、はい、生後バフはニビアンとチョコメちゃんだけですね。でダッキもまだ緑バフの蓄力で、あと撃砕ばらまきの白気が出てくるというような感じのデッキ作ってきて、はい、戦役のブリュンヒルドの装備はこんな感じですね。敵の攻撃一発で落ちなきゃいけないので右側全部装備外した上で左側はなるべく弱い盾を無強化で装備すると、まあ、つまり受けるダメージを最大限高くしようという作戦 で、あと火力面の武器だとか指輪、まあ、特に指輪の伝説神器なんかはマックス強いやつをつけて物理会心ダメージ 80% をしっかり得た上 で今回どのぐらい低い火力でも戦役回せるのか検証していたので、最初これ400万ぐらい火力あったんですが、伝説神器なんかを他の武器に継承して外したり、あと攻撃力アップ系の宝石なんかも外して、この物理貫通以外の宝石は全部外しました。で、思想のブラなんかも外して、まあ、できるだけ火力下げて、はい、170万から230万というめちゃくちゃ低い攻撃力、まあ、無課金でも作れるような攻撃力のブリュンヒルドちゃん作ってきました。まあ、これで戦役回せちゃったんですね。195ステージ。はい、細かいステータスはこんな感じですね。まあ、本当に簡単に作れるステータスのブリュンヒルドちゃんを今回調整して作ってきて、はい、物理会心ダメージなんかも260%と、まあ、めちゃくちゃ平凡な倍率のブルーンヒルドちゃん、はい、一方でリュービちゃんの方は同じくブルーンヒルドちゃんに合わせて攻撃力そんなに強くしないで235万が最大攻撃力ってことで、まあ、これも簡単に作れるリュービちゃんですね、はい、ちなみにこちらのサバに関しては奥義の解放数なんかも379個中31個だけということで、はい、めちゃくちゃ解放数なんかも少ない本当に現実的なほぼ全てのプレイヤーが再現できるような奥義収集数のサーバーになってます、はい、そんなサーバーで200万付近の攻撃力のブルーンヒルドで戦役が回せてしまったということで、ちょっと見ていきますか。さあ、ということでこちらの映像ですね。
まあ、すでにもう結果出てますが、はい、まず始まってから敵の全体攻撃でブルンヒルデちゃん一回落ちて、ここで灼熱状態になって戻ってきます。灼熱状態なんでもうスキル1から必中なんですね。必中状態で範囲攻撃からの連撃していきますが、まあここはいいとして、この後バフがもられるんですが、まあ敵のスキル1の範囲攻撃で緑バフは剥がされてしまうので、まずは聖護バフキャラクターで聖護バフをブリュンヒルドとリュウビちゃんにつけていくと。でリュウビちゃんにどんどん蓄力暴走祝福とパスしていって、リュウビちゃんのコブの重ね掛けをブリュンヒルドにつけるという、まあ、よくあるオーソドックスなスタイルから吐く気の撃退をばらまいていって、この後敵のスキルが攻撃力が高い敵の、はい、緑バフを剥がしてくるので、それをリュウビに向かわせている間にブリュンヒルドちゃんでスキル2範囲に対する2回攻撃していきますが、これで仕留められなくても5回攻撃がまだ待っているので、この連撃でもって落として、はい、余裕を残しての勝利ということで、まあ、これ必中なんで、これが必ず毎回繰り返される形になり、もうこの形を作ってしまえば195ステージ、まあ、間違いなくもうずっとこの感じで回すことができてしまうっていう感じになりますね。まあ、ちょっと今美人系効果が働いているので、実際にはこの火力より 1.12 倍引かなきゃいけないので、ちょっと巻き戻しますが、まあ、ブリュンヒルデちゃんのスキル2のダメージ、まあ、5億2000万、まあ、5億ぐらいですね出してますが、これ 1.12 倍美人系でかかっちゃってるんで、 1.12 倍がなかったものとするとだいたい4億4600万のダメージになるので、でちょっとさらに巻き戻していきますが、この195ステージの敵の最大 HP っていうのは、はい、だいたい13億ぐらいあるので、まあ、ブリューフィードのスキルにだいたいこれが4億4600万を3回やっていくとだいたい13億4000万ぐらいのダメージになり、まあ、ちょうどいいぐらいですかね、美人系がなくなって。まあ200万ぐらいの攻撃力であれば簡単に作れるんで、250万とか300万とか、まあ、そのぐらいの攻撃力のブリューフィードちゃんまたはリュービちゃんを作ってあげればさらに楽になると思うので、まあ、わざわざギリギリ攻める必要はないと思うので、美人系効果がなくなったとしても難易度はそんなに変わらないかなと。まあ一番難しいのは一番最初ですね。この開幕敵の攻撃でブリューフィードちゃんがちゃんと落ちるようにしないといけないってことで、まあ、これ逆に奥義解放しまくっちゃってる人はブリュンヒルドちゃんが落ちないっていうことが起きてしまう可能性があるので、はい、むしろ無美課金帯のプレイヤーさんの方が作りやすかったりします。このコンボに関しては、はい、この落ちるとき1000万のダメージを受けて落ちたブリュンヒルドちゃんが場に戻ってきた後、敵の攻撃、はい、その後の敵の攻撃は321万と3分の1まで減っているという感じで、まあ、めちゃくちゃ硬くなるんですね。この復活した後硬くなってまた灼炎が結氷に戻ってしまわないってところが狂乱を維持するためにはめちゃくちゃ重要なんですね。であと、まあ、似たキャラクターでいうとモルドレッドみたいなキャラクターがいますが、まあ、あのキャラクターとかスキル2の火力を高火力で作るためには自分の HP が 50% より低くないといけないので、まあ、敵の HP を吸収しちゃいけないだとか、いい感じに自分の HP を 50% より低く保つみたいなめちゃくちゃマニアックな調整が必要で、まあ、似た挙動なんですが難易度が全然違ってこっちの方がはるかに楽ですね。いやこれこの前の超運ちゃんの時もそうでしたが、もうこんなに火力があったらバッファー何名か引退しても良くなっちゃうんじゃないかなっていうぐらい、まあ、ブリュンヒルドちゃんの攻撃力400万とか500万とか作ればバッファー1人いらなくなるんじゃないかなと思っちゃうぐらい楽ですね。まあ、今回のデッキで言うとダッキとリュウビちゃんがまだ緑バフのいわゆるアバター戦のキャラクターですが、まあ、チョコメちゃんとかこうコキビだったとして、まあ、そういったキャラクターの MR アバカなんかもそこまで急がなくても組めてしまうデッキ組なんで、このヒルドちゃんフロント体制の組み方だと191ステージ以降これすごい楽ですね。今、まあ、ただ191ステージ以降はいいんですが、190ステージ以下に関しては敵が最初全体攻撃してこないので巻き込みで落としてもらうっていうことができなくなってしまい、さっきの狂乱状態を作り出すのがめちゃくちゃ難しいので、このブリュンヒルドに関しては190ステージ以下に関しては今の戦略は使うことができないので注意してください。まあ、190ステージ以下はむしろバッファーなんかと組まないでブリュンヒルドちゃん1体とかないしバッファー 1,2 体とかと組んでブリュンヒルドちゃんに攻撃が来るようにして一発で落ちて狂乱化するみたいなことをモルドレッドみたいにやっていけば、まあ、おそらく190ステージ以下もやれると思いますが、はい、その検証やるとしてもメンバー限定動画ですかね、ちょっとまだやるかどうかも決めてませんが、まあ、ただ要はボストッパー191ステージまで一気に行けちゃえばいいだけの話なんで、じゃあボス戦どのぐらい強いのか見ていきましょうか。はい、こちらが今回のボストッパーデッキですね。はい、ダッキフロントにおいて、で応援でニビアンがここに出てきて、チョコメちゃんがここに出てきてから、はい、バフのコブの重ね掛けをブリュンヒルデちゃんにつけていくと。で白旗が応援でここに出てきて、はい、検定がこの位置に出てきて、七星をブリュンヒルデちゃんにつけて完成というような、まあ、ボス2ターンキルの王道戦術のデッキ組ですね。はい、でこちら195ステージボス突破した時のブリュンヒルデちゃんの装備セットがこんな感じ。まあさすがにボス戦の場合はあんまり柔らかくしすぎちゃうと上から2番目の敵の範囲攻撃でブリュンヒルデちゃんが2度落ちしてしまうので、ブリュンヒルデちゃんが落ちるのは最初の一番上のボスの大火流術だけで十分なので、それ以上落ちないように硬さある程度作ってあります。はい、まあ、ただ攻撃力はまた最大攻撃力が308万と、これまためちゃくちゃ現実的な簡単なブリュンヒルドちゃん。ボス戦の場合は美人系も効果かからないので、この見えてるステータスが全てですね。細かいステータスはこんな感じのブリュンヒルドちゃんを作ってきました。まあ、かなり再現難易度は低い簡単な設定のブリュンヒルドちゃんだと思います。はい、でもう一人相方のリュウビちゃんに関してはなんと最大攻撃力235万と、まあ、先ほどとあまり変わらない本当に難易度の低い火力のリュウビちゃん作ってきました。でむしろ難
しいのは耐久面ですね。敵の上から2番目の全体攻撃で簡単に落ちてしまうので、落ちないように声援装備をつけてバリアを作ってます。はい、むしろそっちの方が大変でした。はい、そんな超簡単な設定でまさかのボス突破できてしまったので一緒に見ていきましょう。はい、まずしおちゃんの奮起、これがリュウビちゃんだけについて、はい、リュウビちゃんの火力アップ、でブリュンヒルドは落ちてから復活で戻ってきて、はい、蓄力状態もらって、でダッキー落ちましたね。でニビアンの暴走がリュウビとブリュンヒルドについて、チョコメちゃんの、はい、祝福もつき、でこれ調整してるのがリュウビだけ奮起ついてるんで、リュウビの方が攻撃力高くなっちゃわないように、リュウビの奮起がついた攻撃力よりブリュンヒルドの攻撃力が高くなるように、まあ、さっきブリュンヒルドは300万ぐらい火力ありましたが、リュウビちゃんは220万ぐらいということで 1.3 倍したとしても抜かれないような攻撃力の差にはしてあります。なんで検定の七星がブリュンヒルドちゃんに言ってますね。はい、で罪悪箱をばらまいて、罪悪束縛ばらまいてと、あと撃退もばらまいてありますね。はい、からブルーヒルドちゃんのスキルに範囲攻撃してからの連撃なので、はい、弱い子は最初の範囲攻撃で落としてからここから5連撃、はい、余裕ですね。3、4、5と、はい、ぴったり落としての勝利となりました。もう何でもできますねこの子、逆にできないことを知りたい。はい、どうして、まあ、ボス戦の方もだいたいこのぐらいのブルーヒルドちゃん作れちゃえば、あとはバッファーでバッファー揃えていけば進むことが分かってしまったので、もうそうなると、でしかもこのキャラクター狂乱で必中状態になれるんで、何回も挑戦しなくていいんですよね。必ず攻撃が当たるんで、どんなにレベル差があっても、なんでボス戦突破めちゃくちゃ楽なんですよね、おそらく。はい、ということで、ちょっと隙がなさすぎますね。マジで次世代性 MR ですねこれは。はい、ちょっとマジで上杉謙信の時代が終わった可能性ありますね。はい、参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。